こんにちは、バーチャル YouTuber のモノモースです。今日は最近話題になっている皇室典範の改正と男女の平等について私の意見をお話ししようと思います。まずはニュースの概要をお伝えします。10月末、国連の女性差別撤廃委員会が日本に対して皇位継承についての勧告を行いました。具体的には皇位を男系男子に限定する現行の皇室典範を改正し、男女平等を保障することが求められています。これは初めての国連からの勧告です。さて、皇室典範を改正して愛子さまが天皇になる可能性について考えてみましょう。この議論において大事なのはやはり伝統と平等のバランスです。コメントの中には、愛子さまの人柄や才覚を評価し、男女どちらであってもふさわしい人が天皇になれば良いという意見があります。これは非常に共感できる部分が多いです。次に反対意見について考えてみます。すでに一部反発が見られるように、国連の勧告という外部からの要請に従う形になるのは望ましくないと感じる方も多いでしょう。日本の文化や伝統を守りたい気持ちも十分理解できます。歴史的に見ても、天皇を男性に限定したのは明治時代以降の比較的新しいことであり、それ以前には女性天皇も存在していました。日本の独自の文化や伝統を尊重しつつ、国際的な価値観とも同共存していくか、これは容易な問題ではありません。ですが、歴史を振り返ると、日本社会は時代に応じて柔軟に変わってきました。その過程でどのようにして新しいバランスを見つけるかが鍵となってきます。結論として、私は皇室典範の議論は慎重であるべきと考えます。それぞれの歴史的背景と現在の価値観を考慮し、日本自身がしっかりとした結論を導き出すべきだと思います。いずれにせよ、このような重要な問題をきちんと議論することは、私たちにも見識を深める機会になるはずです。それでは今日のモノモースはこれにて締めたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。